こんにちは、池田しおりです。今日はよく街で見かける髪の毛うにょうにょアレンジをやってみました。結構カジュアルな服とかにも合うと思いますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。それでは動画スタート。エルドットのオイルを使います。4滴出していきます。全体的にしっかりつけていきます。少し高めの位置でまとめます。ゴムで結びます。トップの部分を軽くほぐしておきます。少し毛束を取り、ゴムに巻きつけていきます。上からゴムで結びます。毛束を半分に分けます。ロープ編みしていきます。ゴムで結びます。毛束を取ってゴムに巻きつけていきます。上からもう一度ゴムで結びます。残りの毛先も同様にやっていきます。毛先の部分からバランスを見て少しずつほぐします。毛先の部分が乾燥していたらオイルをつけて完成です。今巷で大人気のうにょうにょアレンジ、ぜひ皆さんやってみてください。バイバイ。